まだ起きていたのか。明日の出発は早い。いい加減寝たらどうだ。ああ、一応こちらの報告にも目を通しておきたいからね。士官学校か。まさかお前がそこまで真面目に職務に励むとはな。あくまで名目上の理事でしかないけどね。あの子たちも頑張ってるみたいだし、このくらいはさせてもらわないと。まあいいだろう。しかしどうやら例の話は確かなようだな。海援校の手の者が密かに手を回しているようだ。あの人か。そんなところじゃないかと思ったけど、規模の方はつかめているのかい？いや、そちらは不明のままだ。情報局もそのあたりはつかみ損ねているようだな。自業自得とはいえ、最小殿も災難だね。意外と僕もまとめてターゲットにするつもりかな。シャレになっていないぞ。やはり第七師団からの護衛を増員した方がいいのではないか。今からねじ込むことも可能だろう。いや、それには及ばない。最小殿ならともかく、僕のキャラでそれをやったら気づいたイメージも台無しだろ。それに僕には君がいるからね。君の腕の中で守ってもらえればもうそれだけで十分さ。さて、俺も早く寝るか。すみません、調子に乗りました。いずれにしても明日のうちに姫殿下と話をしておきたいかな。そちらの段取りはどうだい？ああ、巡査殿と連絡は取れている。明日の昼食会の後、夕方くらいの時間になるだろう。そうか。一年ぶりくらいかな。エステル君たちが残っていたら同窓会が開けたんだけどね。シェラ君も忙しそうだから出張できる余裕はなさそうだし。そうだな。ま、せいぜい僕は最先端のアーバンリゾートを満喫させてもらうとするさ。あ、君と巡査殿の相引きを邪魔するつもりはないから安心してくれたまえ。なんだったら噂のテーマパークでデートしてきたらどうだい？余計なお世話だ、アホ。しかしいつも以上にくだらんざれ事が多いようだが、まさかよからぬことを考えてるんじゃないだろうな。ギク！あははは、やだな。そんなわけないじゃないか。明日は首に縄でもつけておくか。まあ多分これが最後の外遊になるだろう。最小殿の狙いを探りつつ、大陸全土の動向も見極める。相変わらず苦労をかけるけど、よろしく頼むよ、親友。無論だ。いい風。この雲の流れ具合だと向こうの方も晴れなのかしら。いつもご苦労様。やっぱり共和国方面でも火種がくすぶっているみたい。そして兵衛の存在と大陸有数の両兵団の介入、やはり鉄血宰相の配下として動いているのは。何でもないわ。明日は北東に向かうから、このまま船に乗っていてね。いくらあなたでも外国までついていくのは大変でしょうから。
殿下、こちらにいらっしゃいましたか。風に当たりたくなって。どうやら明日からの会議に少し緊張しているみたいです。ご冗談を。ああ、ジーク、戻ってきていたのか。これを R&A リサーチからの報告を届けてくれました。リシャール殿からの。拝見させていただきます。急進的な民族主義者、それに共和国政府の動きですか。どうやら想定外の事態が各方面で進行しているようですね。ええ、王子とお会いしたらそのあたりもご相談しないと。それとちょっとしたツテを頼らせてもらうかもしれません。ツテですか。ええ、本当に頼っていいのか見極める必要がありますけど、もしかしたら私たちの助けになってくれるかもしれません。ああ、エステル君たちが言っていたという。なるほど、ギルド方面とは別に当たってみる価値はありそうですね。ええ、おばあ様が主導された不戦条約が結ばれて2年、戦争は回避できましたが、大陸全土で目に見えぬ圧力が高まりつつあるようです。なんとか不戦条約に代わる新たな枠組みを模索しないと。なるほど、なかなかどうして使いやすい端末じゃないか。財団きっての天才 SE、 ヨナ・セイクリッド少年か。旧式のネットワークとはいえ、ここまでの環境を構築するとはね。レンが捕捉されたっていうのもあながちまぐれじゃなさそうだな。アストラルのコードのインストール完了。それじゃあ始めようかな。理想空間にアクセス。動力ネットの全領域をサーチ開始。複数ルートからの侵入経路を確保。第1、第2、第3防壁をクリア。ロジックキーの解析に成功。メイン端末への最終防壁を攻略。さすが博士が自慢するだけはあるかもね。さてと、お楽しみは取っておくとして、仕掛けのネタを漁ろうかな。おっと、こっちで踏んじゃったか。やるね、そばかすくん。でもこの仕掛けだと明日くらいまでバレないかな。せっかくだからいろいろ楽しませてもらおっと。
ごいな。さすが一国をまとめ上げる人たちばかりね。しかし鉄血宰相か、かなりガタイがいいじゃねえか。共和国の大統領の方はひょうひょうとしたタヌキって感じだね。リベールのクローディア王太女も素敵ですね。それにあのユリア巡査をこんなところで見られるなんて。各国首脳の皆様、ようこそ遠路はるばるクロスベルへいらっしゃいました。クロスベル市の市長ディーター・クロイスであります。この度は西ゼムリア通商会議に参加していただき誠にありがとうございます。通例ならばこの場で歓迎の意とともに開会宣言をさせていただくところですが、その前にこの記念すべき日にこと寄せて皆様のお時間をいただきたいと思います。ご紹介申し上げます。クロスベル市の新市長者として貿易金融都市クロスベルを象徴する新たなるランドマークとして、何よりも大陸全土の平和と発展に貢献する国際交流センターとして皆様にお披露目させていただく大陸史上初の超高層ビルディング、オルキスタワーであります。これがオルキスタワー。概要は知っていたけどここまで壮麗だったなんて。なんだか見てるだけで圧倒されそうですね。ありえねえだろ、どんだけミラがかかってんだよ。気の遠くなるようなミラが投入されたんだろうね。いやはやさすがに度肝を抜かれたね。技術の進歩というのは凄まじいものだな。まるでリベルアークを思い出してしまいますね。ええ、さすがにアクシスピラーほどの高さではありませんが。なんとも豪気じゃないか。君の報告は受けていたが、まさかここまでとはな。ええ、私も実物がここまでとは思いませんでした。さすがは IBC の資本力といったところでしょうか。実際大したものだ。この因縁の地にこれほどの大伽藍を築くと。とりあえず一度屋上に登ってみたいね。市長さんに頼んでみたら登らせてくれっかな。それでは改めまして、首脳の方々およびこの場にいる全ての関係者の立ち会いのもと、西ゼムリア通商会議の開催を宣言させていただきます。大したものですね。
素晴らしい。この光景を見ただけでもクロスベルに来た甲斐があったというものです。首相なことを。まあいい、私は行くぞ。どうも奇妙なネズミどもが入り込んでいるようだからな。ええ、そちらはお任せします。それと明日のイベントにはぜひとも協力をお願いしますよ。あなたが来てくださるだけで相当な箔がつきますからね。まあいいだろう。さらばだ。相変わらず神出鬼没ですね。あの気まぐれさえなければこちらも助かるのですが。どうやら気まぐれというわけではなさそうです。彼がこちらに協力してくれるタイミングにはルールがある。それを見極めておけばめったに断られたりしませんから。そうなのですか。しかしそのルールとは一体。まだ秘密です。ここまでは段取り通り。明日のイベントの成功のためもう一頑張りしておきましょう。はっ。うわー、あのビルとんでもないね。ねえねえ、シャーリーたちでぶっ壊せたりしないかな。気持ちはわかるがやめとけ。いずれあのビルにも役立ってもらうつもりだからな。もう残念。まあいいや、町の方をぶらついてくるね。あのビルのせいですごくにぎわってるみたいだし。ああ、行ってくるがいい。さすがお嬢だぜ。よっぽどあのビルが気に入ったんすかね。ふん、それもあるだろう。だがそれよりも血の予感に酔ってるんだろうさ。うん、なるほど、シャーリー様らしいかと。さすがは俺の娘。どうやら明日はたっぷりと楽しませてやれそうだ。かくして運命の塔は現れ、あまたの因縁を巻き込みながら螺旋を描いてゆく。ブルブランがいかにも好きそうなシーンだな。まあこれだけのイベント、彼なら勝手に見に来てそうだけど。おっと、来た来た。あとは彼らに渡すだけか。それじゃあせっかくだからお楽しみの準備もしとこうかな。すごいわ。あのビル、 IBC のテコ入れでやっと完成したんだっけ。まさかあんな綺麗なビルが建てられていたなんて。やっぱディーター市長はやることがでかすぎるぜ。すっげえ。ママアンディ、探検に行ってみようぜ。探検。また怒られるってば。まあ気持ちはわからなくもないけど。すごいの。確かにすごいビルだな。カルバードじゃ考えられないぞ。うちがこの街にこだわるのもわかる気がする。みんなすごく盛り上がってるね。ねえねえキアちゃん、そんなに大きなビルなの？キアちゃん？そこにいるよね。
しずく。すっごく大きいよ。色も青と白で綺麗でスラーっとしててかっこよくて。でも、どうしたの？なんでもない。なんでだろう。初めて見るはずなのに、キア、あのビルどこかで見たことある気がする。なるほど。通商会議の本番は明日ですか？ああ、今日のところは昼食会に各種懇談会ってところだな。夜には晩餐会に加えてアルカンシェルの感激があるらしい。ちなみに首脳たちは全員ミシュラムの迎賓館に泊まる予定だ。迎賓館というとハルトマン元議長の屋敷ですね。へえ、あのバカでかい屋敷、そんな風に使われてんのかよ。ま、ハルトマンについては汚職や違法取引に関する罰金が凄まじいほどの額になったからな。その代償として没収され、迎賓館として使われたってわけだ。まあ自業自得でしょうね。それじゃあ当然ミシュラム方面は封鎖ってわけかい？ああ、通商会議の期間中はホテルやテーマパークも臨時休業だ。そっちは警備隊が詰めているから心配する必要はないだろう。わかりました。俺たちの方は昨日に続いて支援活動に専念しますが。それで構わんだろう。招待客の中には昼食会の後クロスベル各地を訪れる者もいるようだ。何か問題が起きるかもしれんから、お前らでフォローしとくといいだろう。了解しました。しかしさすが招待客どもは波のオーラじゃなかったな。特に鉄血宰相、あれはただもんじゃねえぞ。ああ、あのレクター大尉が控えていたのも気になったけど、宰相本人はそれ以上に圧倒的な雰囲気の持ち主だったな。共和国のロックスミス大統領は親しみの持てる雰囲気だったけど、でもすぐ近くにあのキリカさんが控えていたな。カルバードの諜報組織ロックスミス機関の人間、庶民派で知られる大統領だけど、やっぱり一筋縄ではいかなさそうね。でもリベールのクローディア姫はさすがに気品がありましたよね。一緒にいたユリア巡査もすっごくかっこよかったですし。ああ、リベール王国の王室親衛隊の女性隊長だっけ。なんでもその筋じゃ熱狂的なファンがいるらしいけど。そうだけど私もちょっとファンだったりして。へえ、そうなのか。なんだなんだ、お嬢、そういう趣味だったのかよ。別に趣味ってわけじゃないけど、その前にリベールに滞在した時、王室親衛隊のパレードを見物して、写真集なんかも出ていたから思わず買っちゃったのよね。なるほど。それ後で見せてください。いいわよ。やれやれ、嘆かわしいね。男装の霊人は一種のロマンだからね。僕としては帝国の王子殿下も結構気になったけどね。オリバルト王子か。最近割と聞く名前だけど。リベールの異変の解決に一役買ったことで有名な方ね。それからいろいろな催しに出席して評判になっているみたいだけど、確か王位継承権は持っていらっしゃらないのよね。
そうなのか。あれ、リベールの異変の解決に一役買ったっていうことはエステリやヨシアたちと知り合いだったりするのかな。あ、そういえばあの二人顔が広そうだったし、ありえるかもしれねえな。ただいま。キーア、サイト、おかえり。おあら、しずくちゃんは一緒じゃなかったの？ああ、うん、お父さんと病院に戻っちゃった。でも、ビルのお披露目は一緒に見たよ。すっごかったね。ロイドたちは近くで見たんでしょ？はあ、正直大きすぎてよくわからないくらいだったよ。ま、とんでもないビルってのは嫌ってほどわかったけどな。キーアちゃんの方がバッチリ見えたかもしれないね。あれもすごく綺麗だったし。でも、うん？どうしたんだ？あ、ううん、なんでもない。ロイドたちはこれからまた仕事に出かけるの？ああ、夕方には戻ると思うけど。課長の方はどうですか？今日は俺はここで待機だ。何かあったら連絡するから遠慮なく出かけてこい。はい、お言葉に甘えて。端末をチェックしてから出かけましょうか。いろいろ来ているけど、どれも気になるな。この演奏家の創作っていうのはちょっとよくわからないけど。いやー、でもまさか遊撃士のお姉さんたちの妖精とはね。訓練ってのは色気がねえけど、時間があったら寄りたいよな。いい機会かもしれませんね。こちらの猫の創作というのはあのご家族からみたいですけど。ああ、東通りに引っ越したボンドさんのところだな。あの猫とも縁があるし、できれば力になってあげたいな。そうね、私も賛成。私たちを頼ってくれたみたいだし、忘れずに訪ねてみましょう。タワーのお披露目とビップたちの来訪で町も浮き足立っているみたいだ。いろいろ回ってみるのも楽しいかもしれないね。